発信集は、鎌倉初期の仏教説話集、法上記の作者として知られる、鴨の長明晩年の編著、憲法4年以前の成立、長明発信集とも、フッの道を求めた陰遁者の説話集で、官境とも、千秋賞などの説話集のみならず、太平記や、つれずれ草にまで影響を及ぼし、これぞ、説話の本性と言うべきものを後世に伝えている。ルフボンは、 全八巻、百二話であるが、現存しない三巻本が最も原型に近いと考えられ、その他五巻六十二話の異本もある。伝本に古写本はなく、慶安四年カタカナ本と、漢文十年ひらがな本が半本として刊行された、ルフ本であり、神宮文庫本が五巻の金星写本である。天軸、新坦よりは本庁に重心を置き、星新坦、豚生坦、 極楽王城譚、仏教霊剣談、高層伝など仏教関係の説話を収録。仏弦からの引用が多い。丁明自身を含む陰遁者が登場人物の主体を成す。生命を良しとせず陰遁の道を選んだ高僧をはじめ、心に迷いを生じたため王生をし損なった清志、反対に属性にありながら、芸道に打ち込んで無我の境地にたどり着いた人々の生き方を、 まざまざと描き、弊社の感想を加えている。人間の心の葛藤、意識の真相を投資したことで、従来の仏教説話集にはない新鮮さがある。名古屋那瀬和夫など一部の研究者からは、ルフボンの巻1から6と巻7.8では、背景となる思想などが異なっているとして、ルフボンの巻7.8は、別人による造法ではないかとの指摘がされている。 高尾実など、像補説に否定的な見解を取る研究者も多い。いずれにせよ、お写本が現存していない状況のため、論争に決着をつけるのは困難な状況である。ありがとうございます。